今日は対談とととといいいうううこここでお時間あありりががごござざまますすちらそボディ系のこととかもめっちゃ詳しいし、まあ、マインドフルネスとか、まあ、武道とかヨガとかもやってあったりするから、まあ、そういう視点からなんかこの心理療法みたいな,なんかこうちょっと、まあ、くっちゃべれたらなみたいな感じなんですけど <laughs> マリーさんのこう人となりなんかもちょっと聞かせていただきながら、あのーまあ、おもろい話もね バンバンしていけたらなとか思いながらね、興味深い話ね。まあ役に立つ話、興味深い話。なんか臨床が、おお、そういうことか、みたいなね。なんかトラウマセラピーってそういうことか、みたいな、そういう分がこう紐解けていったらな、なんて思いながら、レイさんの,あの職場って、どんな職場なんでしょうか。自立援助ホームという、まあ15歳から20歳ぐらいまでの子が、まあ、自立の準備をしに来るような。 施設があっててそこの職員をしてますね来る子たちってね、以前お聞きしたら、だいぶこう、まあ、大変そうな子たちっていうか。うん、まあ、基本的には皆虐待を受けたような背景があって、まあ、基本的に親とも一緒に暮らせないという時点で、基本的にまあ,ある種の虐待みたいな状況はあるわけですけど、うん、乳幼児期からもそういった何らかの心理的、身体的。 あるいは性的な虐待を受けたような子がいますね。うん。関わっていくだけでも大変な青年たちというか、そこで日々日々、まあ、苦労されてきてというか、こう、まあ、ある意味、支援者にとって修行じゃないですか、なんか。うん、心理師なんか、こう、ね、私たちも言うたら60本やって、みたいな。はい、また、 二週間後ね、みたいな。ある意味、修行にもならないというか。うん、ちょっとご、ごまかせるじゃないですか。その時だけ診療法ちょちょってやって、またね、みたいな。でもなんかこう、もう、そういう本当に大変な子たちと、もう、生活をししするわけですよね。すごいいい感じでやられてるのは、何がそうさせんのかなっていうか。うん。うーん。こう。 以前は、やっぱり、人並みにというか、あの、当然、もう仕事嫌で嫌で、しょうがなくて、うん、こう、ストレスでもう体中痛くなるみたいなこともあったわけですけど、うん、うんやっぱり、ソマティックというか、こう、体にそういったものを落としていけるようになった。体を感じて、今ここに入れるようになってきた。っていうのは大きいと思います。うん、瞑想もやったりとか、うん まあヨガもそうですしあと合気道だなんだとかいろんなことやって、うん、そうですねだんだんだけどその中でこうつながってくる点みたいなものがあってうん、うん、点と点がだんだん集まってきてああここら辺が何かこうそういう、えー、僕がこういろんな学いろんなことを学んだ中でこう 集約されてくる何かポイントみたいなものがあって、うん。うん。それがやっぱり、あ、なるほど、人間の体っていうのは、器なのだ。こう、そういう感情であるとか、人間の体験そのものをこう、この体の中でこう、器として、体験されていくのだという、なんかそういうような気づきがあったんだと思うんですよね。うん 結構バツンとこう、わかったみたいな、な悟ったみたいなものではなかったんですけど、だん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 いろんなことを学んでいくうちに、こうそういったものが染みてきたというか、うん、気づいたら、あいろんなことが楽になんかできるようになってきてて、うん。少しずつなんですね。気づいたらなんか楽になっているみたいな。そうですね。ねえ。なんかこう、年々楽になってるなみたいな。今の時点でかなりもう楽に はなってるし、いろんなことをは昔に比べたら全然楽にできるようになってるんだけれども、じゃあ今、じゃあ自分が完成されてるかなんつったら全然そんなことなくて、ただ自分の体をこう、作っていくというか、自分の体と向き合っていくそのプロセスもまた結構楽しいというか、だからそれは多分ずっとこの先も続くんだと思うんですよね。 まず自分の体に立ち返ろうやっていうようなところに気づいたときに多分何かがシフトしたんだろうと思うんですよね。何かがシフトしたんですね。そうか。なんかこのも、もともとその心理だとか、まあまあそのヨガ、瞑想、えー、愛起動っていうこの、もうどれも結構、 レイさん、まあ、極めておられるっていうか。あ、それはないです。<う>全然、極めてはいないです。はい,ですはい。極めてはいない。はい、<然>なんか、ただ、すごい先生とかについて、<だ>もう、もう、要が教えれますぐらいのレベルやったりしますよね。じゃね一応、教えられるっていうような、はい、あの、免状みたいなのはいただいてるんですけど、じゃあ、それで、じゃあ、うんうん 教えられるのかって、ヨガってもうあ、それこそもう3000年とかのその歴史のある。<laughs> まあまあさ、あ<の>そういう意味ではね。とんでもない経典があって、それをこう、中でこう積み上げてきた集大成なので、あれはね、極められないんですよね。極めてる人たちってもうね、ヒマラヤの山の中とかで暮らしてたりするので、ヨガ、うん、ってね、あんまりヨガって例えばこうポーズ取ってとかいうのが、クローズアップされますけど、 あれってもうものすごい哲学体系なので一、うん、人の人間の人生でこう何か極められるようなものじゃ多分ないんですよね多分もう代々代々そういう人生をかけてこう継いできてる人たちがいて積み上げられてきた知恵なんですよねだから、うん、うんそれは全くもっと恐れ多くて、うん、あの合気道なんかもまあそうですけどまあ本当にやってる人たちのその極めた技っていうのは 何なんでしょうねもうね。もう理解できないっていうか。うんうん、何なんでしょうね年取れば年取るほどうまくなってるんですよね愛ああちって。うん、死ぬまで成長するんですよね。愛、うん、ああのっていうのは、うん、憧れますけどね。だから、全然僕なんかその意味ではもう、端にも棒にもぐらいのレベルなので。うん、だから、でも、なんていうかなそういうものに、 があるんだっていうことを知ったというかそういったものに触れるっていうこと自体、うん、面白みがあるのは確実にありますよね。うんうんうん、すんごい深めてはるというか探求心があるというかなんかその一つの世界のことを、まあ、例えばヨガやったらヨガでもこんだけ奥深いんだみたいなそう思ったら心理とかももっと深められるなじゃないけどもっとポテンシャルあるなっていうか、うん、もっとみんな楽にやれるやれてもいいなとも思うし。 すごい、まあ可能性を感じるというか、まあ話はちょっといろいろ言っちゃうんですけど、重い、重いトラウマを抱えて、もう大変な子たちと、やっぱり、ある意味修行させられるというか、やっぱり心理の人もね、どこかの研修で何日も一緒に過ごすみたいな、なんかそういうのをこう、すると、もう自分のボロが出るというか、こんなにも、 怒りを自分は持ってたのかなとか、うん、こんなにもこう,こういうとこでイラつかされるんだなとかね。あこんな風に来られたらあ自分振りすんだとかね。生活の場における支援っていうのって、これってもうあの、ごまかしか効かないというか、うん、なんか私なんかも里親をやるようになって、こう、 まあちょっと自分このまま見るかもしれないのであんまり言えないですけどまあもろにいろんなものがこうなんか海が出たというかもうなんか自分の不甲斐なさに気づかされたっていうか生活での臨床とかをなんかこう経験するともう修行させられざるを得ないっていうか、うん、でもそれをただ耐えるだけではなくそこをやっぱりこう ね、あこういう部分があるんだってそこをちゃんと見てこう,こう癒していたわって解放していくから楽になれるんだろうなと思うんですよね。基本的にうちの施設に入ってくる子たちっていうのはもう散々親とかその周囲からこう振り回されてきてるのでこう自分自身でこう何かをコントロール 環境であるとか、自分の感情であるとか、うん、そういったものをコントロールできるっていう体験をほとんどしてないんですよね。うん、そうすると、こう、そのコントロール力をどうにか取り戻したい、じゃないと、その自分の無力感とか、ある種の惨めさみたいなものをやられちゃうので、このどうにか周囲をコントロールしようという、ある種、無意識的な力が働いて、 てるんですよね。いつも。うん、で、それって、どういうふうにコントロールするかっていうと、こう、ちょっと共感力のある大人まあ、うちの、例えば施設で言えば職員になるわけですけど、の、まあ、なんでしょうね。もう直感的に弱いところ相手のコンプレックスであるとか、うん、その、嫌なところ相手が気にしているところ、うん、をね、<っ>ついてくるんですよね。 うんそして相手を、基本的にネガティブな面なんですけど、それを、こう、それによって怒らせたり、こう、相手を悲しましたり、そういう、感情をコントロールしようとするんですよね。で、それってすごく非生産的な試みなんだけれども、職員との関係が悪くなるわけだから、子供にとっても。でも、そうやって、コントロールすることで、何がしかの、こう、安心感を得ようとしている。 コントロール感を取り戻そうとしてるって、うん、もうほぼほぼ絶望的な試みで。うん、それに職員が乗っちゃいかんですよね。そのパターンに。うん、そしたら当然関係が崩れてきますからね。うん、だから特に山口さんなんかも佐藤屋さんやられてて、こうなんとなくわかると思うんですけど、本当になん、何かこう、こちらのイラつかせ方がうまい。そういうこと、そういう背景を持った子たちっていうのは。うん。 それってもう直感なんですよね。だから、来る子来る子が、やっぱりそうやって <laughs>、そういうところ刺激してくるので、こっちの、なんか、痛いところをやってくるので、しかも大体そういうのって気づいてないんですよね、こちらは。うん。こう、だから、見えてない四角からポーンって殴られるような感じがするんですよね。うん。うん。ハンマーかなんかでね、ポコーンって殴られて、ほんと嫌なんですよ、あの感じって。うん。でも、そこで、それを、 受け入れられるかどうかっていうか、うんあ、そうだったんだって。うん、あ,あ、これが俺痛いんだっていうことに気づいて、それを自分自身で向き合っていると、うん、なぜか知らない、わからないけれども、子供との関係も改善してくるんです、ね、うん。そうか。だから、どんなハンマーで殴られてんのかななんか、まあ、要するになんかホットボタンみたいな感じでパーンって、 ね。弱い部分は一番パーンってついてくるからもうガクンになるわけですよね。うん。まあ、ハンマーで言うと、なんだろうな。まあ、ピコピコハンマーよりもうちょっと硬い感じするんですけどね。あのー、うん、僕の感覚では小槌ぐらいの。うん、<laughs> 結,構結構な単行もできるよ。それま、まともにやったらみたいな。そうね、危ないよ。危ないよっていうぐらい、結構痛いですよね、うん、あれは。うん。で、気づいてなくて、 すぐ叩かれた瞬間分かんないんですよ。<laughs> 最,最初はね。はいはい、で、叩かれて、なんか知らんけど、次の日あたりからなんか、なんかこう、腫れてんじゃねみたいな。<laughs> 基本的に、それが起きるのは、うん、ある程度、共感的なというか、うん、共鳴的な相手じゃないと起きてこないですよね。うん、そうそうですね。そうですね。うん これまた直感的に多分、うん、あ、この人は、こう、話が分かってくれそうだ、みたいなのをちゃんと、こう、何らかの形で見極めてると思うんですよね、子供も。うんうん、そうか、まあ、だから心理、心理の世界でもだいぶこう深まってくると、ね、安心とか信頼とかでだいぶ進んでいくと、そういうのが、バーンってトントン飛んできますもんね、小ちがね。うん まあなんか生活臨床ほどではないけど、軽めのやつが飛んでくるっていうか、軽め、うん、のやつが飛んでも、2週間に1回ぐらいしか会わないからね、なんかごまかせちゃうんですよね、なんかね。うん。うん、それがね、うん、やっぱり生活臨床の現場だと、やっぱりごまかしが効かんですよね。うん。うん、だから、そういう意味での偽の、偽のというか、その本来の自分の、 とは別のその、例えば職員としてのペルソナというか、こう、うんうん、人格で、こう、子供たちと関わってっていうようなことはできないですよね。でも、うん、結構ね、やる人もいるんですよ。こう、傷ついてんだけど、いや、職員だから、そこは傷ついてるって見せられないみたいな、形でこう、うんうん、いや、大丈夫ですけど、みたいな形でこう、関わろうとする。でも、それはね、うん、見抜かれてる。だから、うん 逆にそこをんていうんですかねそこの弱いところをまた疲れてくるそうするとどん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 あのそれをその自分が傷ついてることを受け入れられないうちは自分の傷つきと向き合いないうちはもうどん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 防衛が強くなっていっちゃうんですよね縦がどん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 厚く大きくなってってそうすると結局そのことのつながりっていうのは失われるんですよねでも 多分、かなりの数の対人援助者の方がそういう状態になってるんじゃないかなっていうのは。うん、仮面の後ろはもう、もう怒り狂ってるか、疲弊してるか、ですよね。うん、で、バシバシ押されるから、もう辛いっていうか、バーンアウとするっていうか、うんうん、なんか心理とかでもね、なんかケースが多くなってくれば、 もう本当にバウンアウトしちゃう人もいるし。うん、だから、それじゃダメだっていうことじゃなくて、うん、そこに、いかにだからこう、そのことに気づいて、こう、自分自身をねぎらえるようになっていけるかっていうのが大事で、うん、ちゃんとそれには理由がある。うん、その傷ついてるには理由があるし、うん、それをちゃんとやっぱり分かってあげる。 その作業をちゃんとしてあげる、手当てをしてあげる必要があるんだけれども、当然仕事をしていると、もう次から次へケースが来たりとか、うん、なんかそういう状況で、そんなこと言ってたら仕事にならんもんって、だから感情を押し殺して、無感覚になって、やるしかないじゃん。うん、でもその結果、体に身体化したりとか、うん、その行動化で何かおかしな行動をし始めちゃったりとか、 あとはもうはっきり言って、だから、寿命が縮むというか。そうですね。本当に被爆するというか、まあ、被爆するというと、なんかその、クライアンさんに申し訳ないが言い方ですけど、でも本当に、ね、それにもう巻き込まれて、被爆して、私なんかも昔、なんか一ケース終わったら、もうなんかソファーになだれ込むみたいな。うん。もう、あの、ふうふうって、もう、 続けて何ケースとかもう無理っていうか。うん、で、や、やっちゃったらもう体がもうなんかどっかおかしくなってきてますよね。うん、なんかね。まあ、揉まれてきたなじゃないけど。でも本当にこういう体とか、まあ、まあ、ソマティック的なアプローチだ。もちろん瞑想だの、体だの、パーツ心理学だの出会いがあったからこそ、うん、なんかここまで、 あ,ある意味、ある程度楽にやれるように、まあ、まだまだの部分ありますけど、なんかある程度ボタン押されても、まあ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 、みたいな。<laughs> はい、うん、うん、そうそう、そうね、みたいな。ちょ、ちょっとあの、小槌い痛いよっていうか、あの <laughs> か小槌が小槌でなくなってきてるっていうかね、なんかピコピコハンマー的な感じは今,今するって感じか。そっか、うん、そういうことか。昔は小槌だったけど、<の>今はピコピコハンマーでちゃんとね、音も鳴ってくれるっていうか。<laughs> もう構えてる感じとかもわかるっていうか、でかいので。うん、あ、ヒコフガハマ、え、その、今来る感じみたいな、ね <laughs> <laughs> まあ。まあ、パコンあそうは来るけどさ、って言いながらね。うん、今、山口さんおっしゃった通り、だから、それが、だんだん、前はでも、うん、その、こじて叩かれると、すげえ痛いんだけど、うん、自分自身が人間的に成長しているなっていう、それを乗り越えたときに、うん 人間的に成長しててるなっっいいうすすごい実感があったんですよ、うん、それは子供たちのとの関わりにおいてそれがじゃあ十分に生かされてくるかっていうとそうでもなかったそれはだから仕事としては生かされたかどうかっていうのはすごく微妙なところなんですけどただ僕自身の人間のあり方としてはすっごくいい勉強になって。うん てたんですよね。それがある時から、もう10年前ぐらいから言われた通り、あんまり痛みが感じられなくなってきたというか、慣れてきたのかなっていうか、うん、で、その時にちょっと自分自身焦って、うん、あれ、なんかだんだんこう繰り返し繰り返し叩かれてたから、だんだん叩かれるの嫌なので、なんか避け方が上手くなっちゃったかなみたいな。うん、前は、 こう目の前に山があると、また山かと思って、それを乗り,乗り越えていかなくちゃいけなかったのが、うんうん、あの、なんか山避けて通る、なんか変にずる賢くなっちゃった俺みたいな感じがしてたんですけど、<ー>でも今思うと、うんうん、だんだんそういう、なんていうか、自分自身と向き合うということ自体に体制がついてきた時期だったのかな。 で振り返るんですよね。そこでじゃあ自分の成長が止まってしまったかというと、そんなことはなくて、うんうん、より、あ、自分はこういうことで繰り返しになっちゃうんですけど、傷ついてきたのかみたいな、そういうことにだんだんこう、より輪郭がはっきりとこう見えるようになって、うん、まあ、 人間理解というのか、自己理解というのか、あ、自分ってこういうんだなっていうのが、なんとなく、だんだんつかめてきたんだろうと思うんですよね。うん、そうしたときに、何かこう、ふっとこう力が抜けたというか、うん、こんな力んでやる必要ないんだみたいなことが、多分、徐々に理屈抜きに何かこう、わかってきたんですよね。ううん、うん で、今に至るで,で、今に至るね。そうですね。<laughs> まあ、だからそこって、こう、やっぱり、ただじゃあ、なんとなく体感じましょう。ただ、なんとなくじゃあ、ヨガやりましょう。ね、やって、みたいな、なんかこう、どうも簡単でもないのかなというか、うん。なんかそ、そ、その辺で、まあ、体と向き合うでも、なんかどう向き合っていけばいいのか、みたいなことで、 あのね、レイさんには、レイさんとね、一緒にこのオフィスボムでやってる一年のね、総合トレーニングで、なんかもちろん山ほどのスキルとか、役立つ臨床のノウハウとかも、もう、まあ、ある意味全部お伝えしてるじゃないけど、でもなんかそれだけじゃなく、やっぱり自分のありようみたいな、まあ、ありようみたいなっていうか、ありようをしっかり整えていく。 ある意味探求し心をつけていくじゃないけど、そういう向き合える、まあ、環境ってやっぱ大事なんだなと思いながら、うん、なんか、レジさんが例えばこう体の一つをじゃあみんなで探求しようねみたいなワークするときとかも、なんか、私はめちゃくちゃこう興味深く、 学ばしていただいてるっていうか、体に向き合うみたいなことで、あなんかまたただここの感覚に意識向ましょうとかね、あなんか動きあるよねとか、なんかそう、そんな普通っぽいことではないというか、やっぱすごいその奥深さをやっぱり感じるし、レイさんのね、そのやっぱ培ってきてこられたもの。だってそこって本当にまあ、暗闇でグワーってなってたところからの楽っていう、 そこの経験、探究、知識、ものすごいものがあったからこそのワークであったり、向き合い、向き合い方なんだろうな、みたいなところで、なんか例えば、ただ体をちょっとこう意識しましょう、みたいなことで、まあ例えば、まあいっぱいあるんですけど、なんかレイさん、なんか骨っておっしゃったんですよね。いつか。で、おえっていう骨って 意識してソマティックなんか心理やってますみたいないやいややってないやってないみたいなね <laughs> いやでもうちらめっちゃ骨やんみたいな、うん、めっちゃ骨やんって、うん、あれですけどなんかこうな,なんで骨なんですかねなんで骨なんですかねっていうか、うん、まあ合気道だとか 僕の関心というのは、うん、要は、